ていただきます。昨日入園式を行い、今日から1学期がスタートしました。私は今日出勤しながら、泣いてるお友達いるかな、大丈夫かなっていうドキドキをしながら今日出勤してきて、子供たち、パラルミサ年少さんの部屋からちょっと様子を見に来たんですけど、もう泣いてるお友達年少さんすごく少なくて、すごい泣いてるお友達少なくてニコニコだっていうのがすごい嬉しかったんですけど、やっぱりつぼみさん、やっぱりちっちゃいお友達なので、ちょっぴり泣いてるお友達見たんですけど、ニコニコ過ごしている姿が見れてとても嬉しくなりました。また今日給食やおやつを食べた後に、今日はすごく天気が良かったので、年中さん年長さんのお友達とお外で遊んだんですけど、もう本当に子供たちすごく元気いっぱいで、汗をかきながら水筒たくさん飲んで楽しく過ごせて、とても楽しい一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は登園2日目ということで、昨日ももちろん先生と一緒に、シールを貼ったりとか遊び支度していったんですね。で、今日もまだ2日目だからと思って、シールはこうやって貼るんだよ、コップはこうやって出すの、ね、ロッカーにはこうやってお鞄しまうんだよってことを一緒にやってったんですけど、すごいんですよ。まだ2日目なのにもうしっかり覚えているお友達もいて、朝お部屋に入ってきたら遊びたい気持ちもクッと、きっとね、クッとこらえて、一番最初にシールを貼るテーブルまで来ることができていました。とっても素晴らしかったです、ね、そして、今日もおやつを食べてあっという間のお帰りだったんですけれども、今日もね、朝の会とか帰りの会で何曲か歌ったんです。すごい簡単なチューリップとか鯉のぼりとか、昨日よりもすごく声が出ていて、子どもたちも元気に歌ってくれました。もうほんと日に日に子どもたち、成長まではいかないですけど、なんかそういうちょっとした変化があって、すっごく幸せな今日は一日でした。明日はまたどんな、そういう変化が見られるのかなと、今からすごくワクワクしています。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日もおやつを食べて11時公演だったんですけど、年長さんの松組さんは制作の方を少し行っていきました。歓迎会で小さい子にプレゼントするペンダントの方を作っていったんですけど、昨日は折り紙でチューリップを折って、今日はそのチューリップを台紙に糊で貼る作業を行っていきました。みんな年少さんとか年中さんの時から糊を使ったことがあるので、すごい上手に作ることができていて、小さい子にプレゼントするということで、早く渡したいなとか楽しみだなっていう声がたくさん聞かれて、とても嬉しい気持ちになりました。また午後からはつぼみ組さんと年少さんのペンギンさんに入らせていただいたんですけど、いつもは年長さんの担任をしているので、なかなか小さいクラスのお友達と関わるのが少ないので、たくさんお話できてとても癒された一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。入園式が月曜日にあって、もう早いもので1週間が経って、今日で11時公演も終わりだったんですけれど、入園式の次の日の初めての登園は、もうすごい子どもたちすごく元気いっぱいに過ごせていたんですけれど、1週間経ってこうだんだんと幼稚園のことを分かってきて、寂しさから泣いてしまう子どもたちもいたんですけれど、その中でも楽しく過ごせる様子が見られてとっても嬉しかったです。今日はトイレの使い方とかロッカーの使い方、いろいろな使い方を1週間みんなでお話ししていたので、その復習をしていたんですけれど、これは丸とかこれは×って、なんか子どもたちもすごいだんだんと幼稚園のなんですかね、生活の仕方っていうのが分かってきて、ルールも少しずつ覚えてくる姿が見られて、これから子どもたちと1週間じゃないですね、これからずっと長い間過ごしていけるのがとっても楽しみになりました。結構元気がいっぱいなすみれさんなんですけれど、すごい面白いですね。なんかすごく元気いっぱいなんですけど、おやつになった瞬間にすごい静かに
食べてる様子とかもあって、なんか何ですかね、寂しさを紛らわせて元気にしてるお友達とかももちろんいると思うんですけれど、だんだんと慣れてきてくれたらいいなっていうふうに思いました。そして、今日ちょっといろいろ用事があって2階のね、13のお部屋とかに行ったりしたんですけれど、去年私が担任していたお友達が年中さんに上がって2階で行った時に先生って言って来てくれて、もちろんすごい嬉しいんですけど、なんか私がお部屋にちょっとお湯あるから帰るねって言ったら、私の足に引っ捕まってなんか帰っちゃダメって言ってる姿なんかを見られて、なんかお2階に離れちゃってすごい、なんですかね、全然会える機会もないんですけれど、会った時にそういう風に覚えててくれるのがすごい嬉しいなっていう風に思った一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。